初代オークランド伯爵、ジョージ・イーデンは、イギリスの政治家、植民地行政官、バスクンショー賞内とグランドクロス君爵士、通密顧問官、三度にわたって海軍教となったほか、1836年から1842年まで、インドの総督を務めた。政治家、外交官である初代オークランド男爵、ウィリアム・イーデンと、サー・ギルバート・エリオット順男爵の娘、 エレノアの間に次男として、ケント州のベッケンナムで生まれた。妹に、日記作家、小説家のエミリー・イーデンがいる。イートンカレッジを経て、オックスフォード大学のクライストチャーチで教育を受け、1806年に、学士、1808年に、修士の学位を取得。ついで、リンカーン放送院で学び、1809年に、法廷弁護士の資格を取得した。 1810年に、長兄のウィリアムが、テムズ川で、受水自殺したため、オックスフォードシャー州のウッドストック選挙区から、政界入り。1810年から1812年まで、及び1813年から、オークランド男爵を相続し、貴族院に移る1814年まで、同区選出庶民委員を務めた。1830年、第2代。 グレー白爵チャールズ・グレーの内閣において、商務院総裁及び、王立造兵局長に任じられた。1834年に辞任したサー・ジェームズ・グラハム、順断爵の後を継いで、海軍教となり入閣。1835年の第二代メルバーン子爵、ウィリアム・ラムの第二次内閣においても海軍教となった。在任中、彼は、 ウィリアム・ホブソンに東インド諸島への航海を指示した。後に初代ニュージーランドの総督となったホブソンはニュージーランドの首都を彼にちなんでオークランドと名付けている。1830年にスツ密モン館に列せられ、1835年にバスクン賞内とグランドクロスを授けられた。1836年インドの総督に任命。 彼は内政において、インド人の学校の改善や、商工業の発展に注力したが、イギリス帝国とロシア帝国のグレートゲームはその仕事を中断させた。バーラクザイアサを起こしたドースとムハンマド・ハーンがロシアへ接近していると判断し、1838年10月にシムラー宣言を発してアフガニスタンへ出兵した。初戦の勝利の後に、カウンティ・オブ・サリーにおける、 ノーウッドのイデン男爵及びオークランド伯爵に除されたが、最終的にアフガニスタンの戦況は悲惨なものとなった。1842年に総督職を第二代エレンボロー男爵エドワードローに譲り、翌1843年にイギリスへ帰国した。1846年、ジョンラッセル卿の第一次内閣においてみたビ海軍卿として入閣し、 三年後に没するまでその職にあった。1849年の元日に死去。未婚であったため、オークランド伯爵は断絶、オークランド断爵は弟のロバートが相続した。ありがとうございます。